こんにちは、今メンデルスゾーンの、無言歌集の失われた幻影、オーパス67の2番を、弾いてます。練習してます。2019年の7月ぐらいかな、夏ぐらいから弾きたいなと思ってちょっと譜読みとか始めたんですけど、なかなか進んでなくて、2020年になって、3月ぐらいにはある程度こうさらっと弾けるようになりたいと思って今練習をしています。今日から、その練習しているところを、できるだけ、投稿したいと思います。練習なのでこう途中で、つっかえたりとか、あとは、気になるところを繰り返し弾いたりとか、そういうことはあるかもしれないですけれども、お願いします。テンポはやっぱりイメージ的にはこれぐらいの曲のイメージで持っているんですけど、さすがにそれは早すぎるのと、自分が技量的にはそこ本当に早く弾くと、弾けない、ぐちゃぐちゃになってしまうので、多分理想の今の速さよりはもっと遅くなってしまって、これぐらいこれぐらいになるのかなとは思うんですけど、今それでも弾けないので、冒頭の APA の形式の中の A の部分は頑張って弾けたとしても、B 以降がまだ練習足りないので、ちょっと本当にゆっくり弾きます。なのでその曲のイメージと雰囲気とちょっと全然違うかもしれませんが、そういう感じで、ちょっと長くなってすいません。早いですね。もう一回ちょっと A の部分を弾きます。Thank you.
ちょっと変化系ですけど、まず E7 なんですが、ここ入りがベースが音 G シャープから始まるので、ここを左手のミスタッチをしたくないところです。Thank you.
今日は今一旦疲れ果てて寝てしまって、起きて1時半になって、そっから撮って、すごく今眠くなっちゃってなのでまた明日頑張ります。ありがとうございました。